前動画でさ、うん、プロのパーオン率も7割って言ってたじゃん、うん、けど結局アンダーパーとか72とかでもあるわけじゃん、うん、っていう話をしてて、うん、それ編集してた時にふと思ったんだけど、うん、じゃあゴルフって、うん、ボギーを打たないようにやるスポーツなのか、バーディーを取りに行くスポーツなのか、うん、どういう考えでやってんのかなってふと疑問に思ったんだ。ね、平井博明のワンラップゴルフ。ボギーを打たないようにって俺はもう 120% やるね。あ、そうなんだ。要はボギー打たなければ借金作んないから。ああ、バーディー取ったら借金もあるからね。でもバーディー取り行く、バーディー取り行くってゴルフやらないと思うんだよな。特にスタートとか、スタートからバーディー取り行く人もいるんだろうけどね。だけど少ないと思うんだよね。チャンスが来るまでずっとじっくり待ってる感じだよね。あ、やっぱずっと我慢してんだ。我慢してる、ずっと我慢してる。だから別に入ん、バーディーが入んなくたって縮小とは思わない、うん、バーディー取れるかはあれか、そのパターが入るかどうかだけ、うんうん、グリーンに乗るまでは全部一緒だから。ああ、そうなんだ。そうで、例えば最終打、グリーンに乗せる最終打がピンにどれだけ近いかだから、うん、あとはどれだけ好きなラインか、うんうんうん、で、あ、これは入る可能性があるんじゃないの、入んなかった、入った、何にもアクションはしてない。要は入ったか入らないか、入れるか入れないかでもないと思う俺は。あ、なんなら全部狙いに行ってんだから。あ、そうだよね。じゃあそれが遠くても入ることもあれば、うん、入んないことは多いかもしれないけど、うん、入ることもあるから、うん、割合が取れることもある。そう、要は自分の中で9割入るだろうっていう、例えば70センチとか1メーターとかが外れた時に初めて畜生と思う。ああ、それは入れなきゃいけない。そう、それは入れなきゃいけない。練習不足か、うん、メンタルの準備不足かもしれないけど、うん、でも例えば2メーター以上とか入る可能性はめちゃくちゃ高いけども、うん、それが入らなかったとしても畜生とは思わない。要は1打だからっていう感じで次行く。そこで心を乱しちゃダメなのね。2メーター外しても絶対ダメ。ドライバー打ちました、うん、セカンド打ちました、ファーストパット打ちました、セカンドパット打ちました、それを何ホール続けるか。結構じゃあ淡々とやるんだ。めっちゃ淡々とやるから。本当に凪が勝負だよねダメなんだ、気分が上下したら。ああ、俺絶対ゴルフできない。マジ、うん、あ、でもそれをうまくコントロールする人は、要はタイガーなんかそうよ、バーンってやってこういう感じ一瞬で爆発させる。あ、そうなんだ。溜めるよりは爆発して一回、うん、一旦チャラにするみたいな、うん、そういう人もいるけど、ボギーを打たないようにしながらやるけどね。そっか、さっきの話だとそうするとパーを狙いに行ってんだ。パーを前提としてゴルフを組み立ててるってことだよね、うん、そっかそっかそっか。で、例えば思いがけずついちゃったとか、うん、思いがけず遠かったとか、いろいろあるじゃん、うんうんうん、でついちゃった時がどれぐらいあるかよね。そういうことだよね。狙いにも行ってるんだけども、うん、でも頭の中はパー4だったら4だよねみたいな、うんうんうん、あ、そのつもり、そうだよ、ね、さっきの繰り返しになっちゃうけど、うん、そのパーのつもりで行って、うん、意外とこのパット入ったらバディだったみたいな、うん、そこまで同じなんだもんね、うん、でもちろんじゃあバーディー狙いに行かないのかって言われたら狙いに行くんだけど、それは状況よね。例えば優勝争いしてるとか、自分のベストスコアがかかってる、ここは無理やりじゃなくて勝負に出ようとか、そういう時にもちろんバーディーを狙いに、よりピンに近づけてっていう時に放つショットにライン出しとかそういうものが生まれたんですよ。常にやるショットではないです。あ、じゃあ本当にその勝負どころでしかやんないんだ。そう。ピターンってこうやってピンに、もう、左右1ミリもぶらさずっていう。そういうとこで生まれたんですよ。ああいうショットっていうのはね。うん、じゃああんまり使わないんだ。使うね。使うけど、うん、結局それは何かを回避してる時に使うから。ああ、はい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 。ずっとそれ打ってると、そういうスイングになっちゃうからね。あ、ダメなの？うん、後輩にもいるけど。うん。うん、フルスイングできなくなってずっとこうやってやってる。まあ、あんまそういうのは良くない、ね、状況がバーディーを狙わせに行く
ような部分もあるから、それでもアンダーパーとか回ってくるじゃないかっていうのもあるけど、それは18回もチャンスがあればバーディーは取れるわね。ああそういうことか。例えば変な話、18回パーオンしてれば近くついたやつはバーディー取れるよねって話、ロングホールのパー5のバーディーは計算に入れてないわけ。取れる確率が高いから、要はパー3とパー4、パー、そうショートホールとミドルホールでどれだけバーディーが取れるかだから、パー5はやっぱ取れちゃう、取れる可能性が高い、まあ、距離にもよるけど、取れる可能性はやっぱ高いよね、パー5ってチャンスだなって思いがちだから、だからそこをバーディー計算には入れてない。他でどれだけ取れるか、そうするとパー5の取れなかった時のこの何落胆度は違うよね、度合いはね。例えばパー5にかけてて取れなかったら相当焦るし、だからあんまりパー5には期待してない。この前さ、オンラインサロンのさ、コンペやったじゃん、あれの時スコエクスだったんだっけ、前半2アンダーで、後半が1アンダー69かな確か。それはバーディー3つってこと？いやバーディー4つかなの1ボギー、俺は前の日から絶対明日はノーボギーが目標だと思ってたの、まあ1ボギー打っちゃったけど。その4つのバーディーを取りに行ったの、それとも？いや全然全然、1個はロング2オンしてんのよ。そう。で、普通に2パットのバーディー。で、それも狙いに行ってはない。その距離だったから打って乗ったみたいな。だから、アプローチでグリーン乗せたのと同じ感覚よね。へー、うん。5番ウッドのアプローチをしただけだから。あ、そうなんだ。うん。で、もう1個はミドルかな。もう2個か。ミドルで。あと1個ショートあったんだよね。バーディー。ちょっとはもうあれアイアンで打ついたんだ。ついた。ワンピンぐらいでバーディー取って。狙いに行くぞって狙いに行ってるわけじゃなくて、その、平井の場合は、平井のプレースタイルが、半径ワンピン以内、トータル直径2ピン以内の中に入れる、もしくは、例えば状況が難しかったら、それをどこにこうずらすかっていう感じで、要は安全パイを常に狙ってゴルフをしてる感じ。なんでね、今はね。昔はもうちょっと違ったけど、でも、それを、例えば、全ホールカップの位置が分かんなくて、分かんなかったら多分センター狙うと思う、そういうゴルフって多分やったことないと思うんですよね。絶対ピン狙ってると思うんですよ。そうだからスコア出ないところもあるし。だ全部センターまで何ヤードで、そのセンターに球を18回打てたら、スコアは変わると思うね、俺。あ、そっか。ピンから遠くても、乗ってんだ。そう。っていう話ね。そう。ちゃんとそのセンターに、こう、落として、で、しっかりと、そっから、センターに乗ったとしたら、どんだけ端に振られてても、よっぽど大きなグリーンじゃない限りは、別にそんな遠くはないじゃん。逆とか逆、ね、逆サイドだったら遠いけど、真ん中にあれば、ね、そんなに。だから、とにかくピンを無視して、グリーンのセンターに狙っていくことが我慢してできれば、そうスコアっていうのは変わる。あ、なるほどね。だけどこの間そのワンラップゴルフコンペを見てて思ったことが、攻めるねーと思ったみんな。ああ、アッパーなんか。いや、アグレッシブでね、いいんですよ、いいんですけど、そこをもっと攻めるんだったら、もっと勝ち気で自信満々にやんないとミスしちゃう。要はノリノリでやんなきゃダメだよね。なんか。狙ったけど、狙いたいけど、狙っていいのかな、狙っちゃっていいのかな、みたいな感じになるんだったら、もうこうやってやった方がいい。そう。あ、もっと堂々と、自信満々に、ね、ビシッてやった方がいい。文句があるなら言ってみろぐらいの感じで打った方がいい。でも、俺、参加された方はちょっと限られたけど、人数もね、その中で、皆さんに共通していることっていうのは、みんなゴルフが上手くなりたいっていう気持ちが伝わってきたってこと。あ、そう。めっちゃ伝わった。プレイしててわかるよね。わかんない。ここが苦手だからもっとここ上手く打ちたいとか、ここは自信あるから褒めてもらえるようなショット打ちたいとか、そういう空気がわかるもんね。それ別にそんなゴルフ熱なかったらないことだなと思うし。それがすごく俺見てて超嬉しかったこと。あれは嬉しかったなと思って。
本当に時間割いて来てくださって本当ありがとうございます。自分のプレースタイルにもよると思ってください。例えば攻めるゴルファーだったらそんなパーを狙いに行かなくていいと思うんですよね。例えばティーショットがうまくいった時点で全てこうバーディーを狙うとか、そういう攻め方でもいいと思うんですよ。でも僕は耐える方のゴルフが好きなんで、とりあえずフェアウェイ、とりあえずグリーン、ピンのそこそこ近く乗せて、で、パターをめちゃくちゃ一生懸命頑張るっていう。そういうのを僕は18ホール続けてきたんですよね、今まで。アイアンとか、パターとか、ドライバーとか、ユーティリティとか、ヘアウェイウッドとか、ウェッジとか、得意なんですよ。全部じゃん。うん。苦手クラブがないですよね、そう。前も動画で言ったと思うんですけど、でも本当にショット自体はすごく自信があって、あとはパターもすごく自信があるんですよね。そうだ、ショットとパターしかないんで全部なんですけどそういうゴルフをどうすれば自分ができるか、それって飛ばそうと思ってたらできないことなんですよね。飛ばしとコントロール、要はスコアメイクっていうのはまた別な問題なんだ。本当に飛ばしたいんだったらドラコン選手に習った方がいいですよ。そういうのとスコア、18ホールでスコアを争うゴルフとでは全然違うので、自分がバーディーを取りに行くのかパーを取りに行くのかをはっきり分けてコースに行ってもいいかもしれないですよね。ただボギーを打たなければ借金はしないので、どうすればボギーを打たないようにできるのか、ショートゲームになると思うんですけど、まずその辺は気をつけて、自分のゴルフは何が足りないのかで、どうしたらもっとスコアが叩かなくなるのかとか、いろいろ研究することが大事なんで、まあ、ちょっとラウンド行った時にこのショットはどこ行ったとか、どういうミスをしたとかってこうメモするのはすごく大事なんで、ぜひちょっとそれをやってみてください。データ化することも大事ですよね。パーを取り行くの、バーディーを取った方がいいのとかっていう質問ちょっともらったんですけど、今みたいなちょっと答えを出させてもらいました。でもそれは僕一人の意見なんで、いろいろお試ししていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください